近代物理学のあけぼの、その系譜。第8章、アイザック・ニュートンの生涯、その1、略伝。アイザック・ニュートン、1642年から1727年、イギリスの自然哲学者、数学者、神学者。ニュートンは今日物理学と呼ばれている学問分野に多大の貢献をしたのであるが、彼は科学よりも聖書とキリスト教の研究に多くの精力と時間等を割いていたと言われています。彼の科学研究そのものが宗教や哲学と密接不可分の関係にあったのです。ニュートンは人類の科学分野に多大の知的貢献をした天才ではあるが、彼もまた古代、中世、ルネッサンスの思想や学問から多くのものを受け継ぎ、彼の研究を成し遂げたのである。農家の一子弟が大学に入り、その教授となり、数学や科学の前身である自然哲学の研究を大幅に前進させたということは、当時としては極めて異例なことであったのです。ニュートンは生涯大学に引っこもって研究に専念していたのではなく、後半生には造幣局長、王立教会会長として社会活動の第一線に立ったのであります。ニュートンの生きた時代、17世紀半ばから18世紀初期のイギリスはピューリタン革命、王政復古、名誉革命、ペストの大流行、ロンドンの大火など政治的、宗教的、社会的変動と波乱に満ちた英国史の一時期であったのです。ニュートン自身もこれらの動向に巻き込まれずにはいられなかったのです。知的な面でも伝統的な思想や学問が批判され、再吟味された時代であったのです。地動説のような新理論、新知識が出現し、人心は動揺してい、そこへニュートンが彼の師匠であるプリンキピエ、自然哲学の数学的原理を発表して、この事態に一応の決着をつけたのです。その新しい考え方が一世を風靡し、物理学、天文学はもとより哲学分野にも大きな影響を与えたのです。ここで私はニュートンを多角的に捉えてみようと思います。略伝。1642年に生まれ、12歳の時公立学校グラマースクールに入り、彼自身が語るところによれば、はじめは無識な生徒である。ある時ある少年との争いに勝ってからは自信を持つようになり、ついに学校で一番の生徒になったと言われています。彼は幼い時から機械の考案をすることが好きで、風車や水時計、タコ、日時計などを
作ったと言われています。1661年、18歳から19歳の折、ケンブリッジ大学のトリニティカレッジで補助員という資格で講習を得て、下僕の仕事をしながら学ぶことが許されたのだ。彼がケンブリッジで数学研究をしようと思い立ったのは、デカルトの幾何学の勉強であったと言われています。1666年、国中にペストが流行し、大学が閉鎖になったので田舎に避難し、そこで工学の実験を行い、この期間に数学的思索を続けた。彼の三大発見である光学、重力の法則、微積分法の発見がなされた驚異の年であったのです。1667年にトリニティカレッジが再開され、ニュートンは特別研究員フェローに選ばれる。成果、ウールスソープでの日々。ニュートンの生まれたふるさとはイギリスの片田舎のウールスソープであります。そこは今も静かな農村で穏やかな起伏をなしている。辺り一帯は主に畑と牧場になっており、果樹園も点在している。その一角にアイザック・ニュートンが生まれた石造りの領主屋敷と隣接する納屋が昔のまま残っている。庭にはニュートン当時のものではないが、数本のリンゴの木が残されている。1665年、夏、22歳のニュートンはケンブリッジからこの我が家に戻ってきた。ペストが流行して大学が閉鎖されたためである。彼自身はすでに学部の課程を終えて、さらに研究を続けるため大学に残ることになっていたのです。この大学の閉鎖は結局2年近いものになった。この休暇はニュートンの生涯で最高の想像力が発揮された時期となったのだった。万有引力の法則の基本的な考え方と運動法則の着想とはこの時に得られたものであった。またプリズムを使った光学の実験、二項定理の発見、流率法と呼ばれる微積分法の発見などもこの時期に行われたものであった。2階の一室を書斎に当てたニュートンはしばしば庭に出てリンゴの木陰に座ってば考えにふけったと言われています。晩年その頃を回想して、王立教会の会員である友人に語った。食事の後、私は庭に出てお茶を飲んだ。重力を思いついたあの時もちょうどこんな具合だったのだよ。思いにふけって座っているとリンゴの実が落ちてきて、はっとそれに気がついたのだった。誤解してはならないのは、発見の幸運がこの時突如としてニュートンに訪れたわけではないことであります。それを生み出すまでには彼は
すでに数年の研鑽を積み、試作を重ねてきていたのです。この時捉えたひらめきを、プリンシピアに完成させるまでには、長い研究と努力の月日が必要だったのです。プリンシピア出版後、疲労の極みに達したニュートンは、一時ひどい神経衰弱に陥ったと言われています。ニュートンは次のように述べている。どうやっていろいろな発見をしたのですかと問われたとき、私はそれに到達するまで絶えず考え続けることによってと答えました。また別の機会には、問題をいつも話さず、自分の前に置いて、かすかな直行が少しずつ広がって、すっかり明るくなるまで待つのです、と述べたと伝えられています。ここに私の研究テーマである、人間の発想の根源がニュートン自身の言葉で示されているのです。多くの歴史的事例が示すところによれば、自然科学や数学における理論上の画期的発見をした研究者は、しばしばニュートンの場合と同様、20歳代で基本的な着想にたどり着いているのです。ニュートンの弟子が蒸気の発見について次のように記しているのです。彼は一人でウールス・ソープの家の庭で座っているとき、重力の強さについて思いを巡らしていたのです。この力は我々が登ることのできる地球の中心から最も遠いところ、つまり高い建物の屋根と、さらには最も高い山の頂上でさえも感知できる。だからこの力はずっと遠くまで及んでいるはずだ。それならば月の高さまでこの力は及ぶのではないだろうか。もしそうであるならば、月の運動はこの力の作用を受けているに相違ない。その力により月はその軌道が保持されているのかもしれない。重力の強さは我々が地球の中心から離れる距離のわずかな変化では感知されるほど弱まりはしないだろう。しかし月ほど離れた距離ではこの力の強さの減少度合いはずっと大きいに違いない。彼はもし月が重力によってその軌道を保持されているならば、他の惑星も同様な力によって太陽の周りを回転しているに相違ないと考えたのです。それぞれの惑星の周期と太陽からの距離との比較から、重力のような力がこれらの惑星をその軌道に保持しているのであれば、その力の強さは距離の増加の需要の割合で減少するに違いないと考えたのです。私はここにニュートンの発想のプロセス、思考の展開の過程を見た思いです。この着想の影響が宇宙と自然に関する人類の理解を
どれだけ大きく前進さて変革するようになったかを見てみることにしましょう。ニュートンの生まれる100年ほど前までは天動説が支配的であった。宇宙は地球を中心として運行しており、地上の世界と天上の世界ははっきりと分かれており、それぞれの世界を構成している物質も異なれば運動の法則も別なのだと考えられていたのです。1543年コペルニクスが天体の回転についてを刊行し、太陽中心説、地動説を発表したのです。地動説によれば地球は宇宙の中心に静止しているのではなく、自転しながら太陽の周りを公転しているのです。地球は特別な星ではなく、太陽の周りを回っている惑星の一つなのだ。この結果、天上界と地上界との区別は存在しなくなったのです。世界は今や太陽系世界として一元的に考えなければならなくなったのです。ケプラーとガリレオの研究は地動説を強力に伝進させていったのですが、しかし彼らの努力も天上界と地上界とを完全に統一するような理論を立てるまでには至らなかったのです。それを達成したのがニュートンの力学的な世界体系であるのです。リンゴが地上に落ちるのも、月が地球を回るのも、惑星が太陽の周りを回るのも、すべて同じ万有引力によるものであるのです。そのことが彼が作り上げたニュートン力学によって見事に論証されたのであります。